よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自宅勤務緊張しますか？緊張とはまた違う。ワクワクと。ドキドキ。勇気というか、ちょっと、うっていうのは、ネタに合うって言ってくれると、やっぱり、踏み出せますよね。絶対に似合います。この間は、リノベーションした時は、ハサミメインに使ったんですけど、ザ使うの。久しぶりな感じですね。ジャガシャイスのやつで、ショートバッグは、だけの柔らかさも重要なので、びっくりしますね。本当に？また短くした。この後もそろそろ伸ばしてもいいかなと思ったら、来年の夏は海に住んでるとか、いいですね。すごい楽になると思いますよ。1ヶ月前から、そうだね。今でも寝が早くて育てるんですね。さらに、さらにもう戻れないかもしれない。また我慢してアドメーションできたらいいなと思って、それまで我慢できるかな。結構時間かかりますね。ありますね。夏を4回超えなきゃいけない。電話で切り始めたのが結構短くなった。本当だ、怖いですね。いい感じですね。いい感じですね。電車でありがとうございます。ありがとうございます。してみたいなっていうためのあの一つではあったもん。あ、本当ですか。勇気がなくて今まで全く。あ、勇気超必要ですね。勇気できました。勇気できました。この時点で勝利確定したと思います。ツインブラシが結構便利で、もし朝起きて寝癖ついちゃってたら、ツインブラシ使ってください。ツインブラシとか検索すると、Amazon に載ってるんで、引っかかれてる感覚、そんなにないですよね。ほぼないくらいだと思うんですよ。これで細かいところに手伝いをします。右側の方が逃げてますね。そうですね、丸見えますね。癒しとか危ないの、これだけ。いろんな方に見せつけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。